おはようございます。釣り子 TV です。修理というか、オーバーホールというかなというか、これ、ね、買ったばっかりのね、新しいルビアス。これをですね、キャスティングから、ちょっとね、気になるところがあって、まあ、修理、オーバーホールに出して、そして戻ってきました。でね、月曜日に、取りに来るよって言って、どんぐらいかかりますかって言ったら、まあ、大した、トラブルがなければ、1週間後のまた月曜日ぐらいに戻ってくるんではないかということで、まあ、ハイシーズンにもう突入はしているんですけどもね、またね、なんというか、まあ、あんまり外出を控えるようにとかね、いろいろな、ね、あれがありますんで、このタイミングでもう出して、気になってるところをちょっとやってしまおうということで、こういう感じでね、オーバーホールにね、出してね、戻ってきました。で、価格はですね、5170円かかりましたよっていうのがね、ここに書いてあるんですけど、で、何やらちょっとね、交換になった部品なんかも入っていて、っていうことで、早速ね、見ていきたいと思います。あー、すごいね、丁寧にね、梱包されていて、でね、釣り具屋さん、これ一回開けて中見てみますかっていうことだったんですけども、まあ、動画もやってるんでっていうことで、まあ、どんな感じでね、帰ってくるかね、こう、開けるところから見たいっていうことでね、釣り具屋さんでは開けず、はい、帰ってきました。ね。まあ、比較的買ったばっかりですよね。ルビアス。これをね、ちょっとね、海水につけちゃったんですよね。先日行ったですね、ハワイ旅行の時にですね、まあ、海で釣りして、淡水で釣りして、はたまた渓流に釣りに行ってとかね、いろいろやったんですけども、その時にね、ちょっと立ち込んでね、海で釣りしていた時に、ジャバってね、かかっちゃったっていうのがね、あって、で、このルビアスではないんですけどね、もっとね、旧型のリールなんですけども、以前にですね、まあ、海水に一瞬ペッてついたな、まあ、これぐらいだったら大丈夫だろうと思って、半年ぐらい経ってね、なんかね、違和感を感じて、オーバーホールに出して、見てもらったところですね、もう中のメインギアまでサビサビになってしまっていて、これじゃないですよ。2世代、3世代前ぐらいのリールですけども、それでもうね、すごいね、修理代がかかっちゃったっていうのがあって、で、その時の教訓で、まあ少しでもね、気になったんで、もう早めにオーバーホールに出してね、で、またね、抜群の状態で使おうっていうことで、そんで出してね、戻ってきましたが、ああ、いい感じ、いい感じ。まだね、不具合は出ていなかったんですけども、ただね、ベアリングを何やら交換しているようなので、見ていきたいと思いますが、あ、これね、ここをね、ベアリングが一個ちょっとね、気になるよってことで交換になったみたいですね。で、あとは中のクリーニングしてもらってなんですけども、はい。このベアリングが交換になったみたいです。で、ベアリング自体はね、これ部品代が700円で、で、手数料4000円で、合計金額が4700円で、消費税が470円だよってことで、合計で5170円だよっていうね、そういった金額になってるようなんですけども、こう、どういう整備をしたかのね、説明が書いてありますね。ですね。修理、ご依頼内容及びご指摘症状オーバーホールっていうことで、この度はオーバーホールをご用命いただき誠にありがとうございます。お預かりいたしました、現品の、機能点検を行い、下記部品の交換オーバーホール、各部総点検と内部クリーニング中、作動調整をいたしましたということで、オーバーホールは、プライムコースにて、実施いたしました。各コースの作業内容につきましては、販売店様にてご確認ください。よろしくお願いいたします。なお、パーツ交換やグリスアップにより回転がオーバーホール前より多少重く感じたりする場合がありますが、ご使用により馴染みが出て回転は安定してきますということで、まあ結構最小限でね、やってくれたのかなっていうことで、まあ
まあ、回転不良によって、ドライブボールベアリング括弧 A の、一つをね交換しましたよということで、ここら辺に入ってるベアリングですね、あのドライブベアリング、あ、いい感じね、ちょっとね、まあ、今回はあの旅行に行ったんで海で使ったんですけど、基本はねこの、ライトなね番手のやつ、これはですねブラックバスで使おうなんて思って、まあ、パワーフィネスとかあとはその他のね P ライン入れた釣りとかで使おうかななんて思っているのでまあ、このタイミングでねちょっとあんまり外で歩かないようにっていうことで、これも無事に戻ってきたっていうことで、ハイシーズンに向けてね、着々と準備を進めております。でこれをね修理に出した時に、まあねその道のねプロフェッショナルのね店員さんに聞いて、どれぐらいの頻度でこのオーバーホールとかね、チェック出した方がいいんですかっていう風に聞いてね、これ今ね、マグシールドだとかいろいろなね最近のスピニングリールって本当精密機械になっているのに聞いたところ、まあ使用頻度にあくまでよりますが、半年に一度ぐらいね出しておけば間違いないであろうみたいな感じでね、まあそれはね週1回行く人、月に1回行く人、はたまた週に3回ぐらい海に行っちゃう人とかね、人によって全然ね、変わってくると思うので、でまあ一般的にはだいたいまあ半年から1年に1度ぐらいねこうオーバーホールに出すことによって抜群の状態が維持できますよっていうことで、まあこういうね、台湾の場合はですね、オーバーホールに、便利な、定期性オーバーホールとかね、こういうね、SLP、プラスとかね、こういう感じのね、まあなんだろう、そのメンバーになっておくと、オーバーホール手数料割引クーポンがついていたり、あ、自動膨張式救命具の場合、ボンベ交換のクーポンがついてきたり、定額制オーバーホールなんていうのがあるので、まあちょっとね、初期性能を末長くね、楽しみたいっていう人はね、まあこういうののこう会員になるのも一つ手かなっていう感じでね、自分はまあよっぽど海水とかのそういうねジャバーってつけちゃったとかそういう時に念のためって感じでね出したりするんですけども、ブラックバスだけのまあ淡水で使用してるやつはまあほとんど出したことはないかな、まあ、ベアリングが潰れちゃったのかな、なんかシャー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 音するなーなんていう時に、まあちょっとね、それを直したいなんて言ってオーバーホールに出してなんていうことはあるんですけども、ね、あ、ブラックバス釣りだけでやってる時はあんまり出さないで、海水で使用する時はねやっぱりね塩ってのがね、めちゃくちゃね、悪影響を及ぼすことがあるんで、まあそういった時はね早め早めにっていうことで、まあ結構ねいろいろなその錆びないベアリングであるとか中に塩水が入らない機構とかね、ダイワシマの、まあ、アーブとかねもう各社ね、しのぎを削って、どんどん高性能にはなっているんですけども、そうは言ったってねやっぱ水分なのでどうしてもね入ってっちゃうのは致し方ないかなってこれはね思いますんで、実際にね海用だよなんて歌われているこうベイトリールなんかもね、まあ自分の頻度でそうですね秋のハイシーズンとかに1シーズン2シーズンぐらい使って中身開けてみたところね、ここまで錆びるのかっていうね、もうね開けた瞬間にねギアとかがねもう腐食してね、なんだろう砕け散ってる部品なんかもあったりしてね、あこれはもうちょっとねプロに任せないとななんていうのをね全然まあ別件のねベイトリールとかでね経験したことがあるので、特にこういうもうね今もうマグシールドとかどうなってんだかよくわかんないですからね、こういうリールはもうちょっと素直にね出そうっていうことで、で今回はね、
ベアリングを交換してもらったことによってまだね何も症状とかね実際出てなかったし、そのままほっといて本当に何か問題が起こったかっていうのはねちょっとわからないんですけども、大概同じようなことするとね、今までのリールは全部ねそこら辺が原因でもう取り返しのつかない致命傷になって、結果このルビアスなんか比較的まあ2万円台ぐらいで買えて、それでもって軽くてで高性能でっていうリールなんですけども、この中のねほんとドライブギアとかまで腐食がしちゃったりするとね、修理代だけで1万5千円ぐらいかかっちゃったとか、もう1台リール買えるんじゃないかとかね、こういった事態になりかねないからっていうことで、あとはね、まあ部品代は700円なんですけども、その中のちょっと気になってるところを全部ねちゃんと開けてクリーニングしてくれたっていうところで、だいたいまあ5000円ぐらいですよっていう、そんな感じですね。まあこれが高いと取るか、まあ安いと取るか、人によってね、また使用頻度によって変わってくるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとこのルビアスに関してはね、ほんと使い心地が良かったので、その本格的にね、ブラックバスのライトリグとかね、軽いリールが必要なところでも本格的に導入していきたいな、なんていう風に思ったので、今回は、エイヤーとね、速攻でオーバーホールに出してみました。そんでもって、またね、ちょっと動画に登場してくると思います。ちょっとねそうは言ってもね 2,3 週間ね釣りに行かなかったりオーバーホールに出していたりっていうことで、これルビアスね使えてなかったので、春先のねブラックバス釣りね、どんどんまた登場してくると思います。はい、まあねこんな感じのお見積もりでしたよ。あ、そんでねこれ修理出す時にその値段が設定できるんですよね。まあ1万円以上かかりそうだった時は一度連絡、見積もりの連絡をくださいね。こんな風に、お願いしておけば、まあ不意にねその買った代金のこれ 50-60% ぐらいだったらちょっと新しいの行こうかなとか、そういう判断基準にもなりますので、自分は今回ですね、まあかかっても1万円以上かかっちゃうようだったら、ちょっと一度連絡してください。そういう感じで、言っておきました。それ以下の、部品代とかで済むんであれば、もう、連絡なしで、ゴーね。修理して、そんで、まあ、まあ、できればなるべく早くね、手元に戻ってくるとありがたいです、みたいな感じでお願いしてね、出してみました。ということで、本日の釣りコー TV はこちら、二重ルビアスですね。これをですね、ちょっと気になるところがあって、早速、修理オーバーホールに出したら、なんだろう、快適な状態になって戻ってきたよと。こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。